カニ料理の難しいところは、カニが元気なうちにお客様に早く提供できるかどうかです。私は2006年の10月から香港に来て、ホテルで10年間仕事をし、このカニ道を始めて2年になります。私は高校の時を含め23年間の調理経験があります。美味しいカニの見分け方は、カニ自体がずっしり重たいこと、そして足やハサミが太くて身が詰まってるようなカニが、身がしっかりしてて美味しいですね。関節ごとなんだろうか、関節わかる、こういうところを包丁する。それとか仕事が遅かったり、こうやっぱり最初だから遅いんですよ。今はパッてできるけど、そういうのが仕事が、カニを切る時間が今は3分でできるけど、昔は10分ぐらいかかってたとか。前菜綺麗に盛り付けしたり、いろんな種類のものを一つのお皿に。その日本の葉っぱとかを使って盛り込みする料理。私が和食を作る上で大好きなことは、日本の四季折々の食材を使って美味しい料理を作れることです。カニ道では、焼きガニに関しては備長炭で遠赤外線により、もう強火で中はジューシーに、狩りはパリッと焼き上げること。あと天ぷらに関しては、生のカニなんであまり火を通さないようにしています。うちは酢の物で毛ガニをお出ししてます。新鮮なうちに、ボイルして食べやすいようにほぐして、お出ししてます。食事の方ですね。食事の方は3種類のカニ、毛ガニ、花咲ガニ、タラバガニを新鮮なうちに食べやすいように、ほぐして、日本の根野菜と一緒に釜炊きでお出ししています。カニ道では北海道から週に4回自社の仕入れによるエア便で新鮮なカニや魚介類を仕入れています。香港や日本でも珍しいカニをコース仕立てでお出しするのが特徴です。であとは父親が魚釣りが大好きで、親が釣ってきた魚を刺身にしたり料理にお父さんがしたのを食べて育って、それを見て料理人になりたいなと。